はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの、ライカ M3 と並んでですね、人気のモデルになります。ライカ M2 の、初期のモデルになりますね。はい。この、リバースがですね、リバースのスイッチが、レバーではなくて、このボタン式ですね、グッと押し込んで、フィルムを巻き取るという感じの、スイッチになってますね。でもって、ここにあるはずのセルフタイマーがないバリエーションになってますので、初期型の特徴があると言えるわけですね。でもってシリアルが932028ですので、1958年のですね、ドイツ製ライカ M2 ということになりますね。はい。では外観から見ていきます。外観はですね、ご覧の通り、目につくような、すれあたり、へこみとかは、ほぼ見られずにですね、結構、備品といっていい個体だと思います。こういう角っこのですね、落としたり、ぶつけたりしたあたりなどありませんし、この軍艦部もですね、よくこのロゴあたりがすれてたりするんですけども、それもないですね。はい、大変綺麗だと思います。はい、サイドも、金具の跡とかないですね。はい、アイレットの摩耗もないですしね。はい、バックドアの塗装も綺麗。はい、アイキャップのすれも目立たないですね。はい、フロントもマウントも摩耗もないですしね。こういったレバーとか、スイッチのところに、塗装の摩耗、メッキの摩耗ですね。もうないですね。はい。底蓋。はい。これは大ネジですね。大ネジが切ってあります。はい。でもって、三脚の後、地面に置いてガリガリってやった跡などを見られず、底蓋非常に綺麗ですね。はい。ケースの跡もありませんし、大変綺麗です。続いて、針側ですけれども、針側も、ご覧の通りですね、こう、かけたりとかしやすい部分もですね、しっかりとしてまして、針側も、綺麗な状態です。かなり綺麗ですね。補修跡もですね、これちょっと補修したのかなっていうふうに、よく見ないとわかんない跡が、ちょっとあるぐらいですかね。はい。針側は、ほぼかなり綺麗な状態だと言っていいと思います。はい。もちろん浮いてパキパキ割れたり、ひび歯が入ったりもしてないですね。はい。続いてファインダーですけれども、こう前から見てですね、曇りカビとかは見当たらないですね。ちょっとですね、この端っこの部分だけですね、あの一本ピッとですね、バルサムかな？ちょっと劣化が見えるんですけれども、接岸部から除いて全く視野には影響はしてないですね。はい。接岸部から見て、曇りカビ、バルサム切れ、は全く見えないです。はい。素材の劣化的なものは、こちらから見ると全然わかんないですね。見えないですね。あとは黄ばみとか、ブライトフレームの薄くなったりとかですね。してないですね。二重像もくっきりはっきりきっちりと見えてましてですね。縦ずれもなく、ピント合わせに何はないですね。はい、フィルムセレクターとこのレンズの脱着によって、ブライトフレームもきっちりと可変しております。はい、フォーカシング、フレーミングともにですね、何のないクリアなファインダーをキープしております。はい、じゃあ続いてシャッターをチェックしていきます。シャッターは、低速の1秒から見ていきますね。はい、1秒ですね、これが。はい、スムーズに、はい、切れてるのがお分かりいただけると思います。はい、次、2分の1秒。はい、いいですね。非常に元気よく切れてます。次は4分の1秒。はい、いいですね。比較的壊れやすいと言われております、低速も、シャッターの粘り、巻くの遅れなく、切れてるのがお分かりいただけます。続いて中速の125分の1秒を見ていきます。はい。シャッター音変わりましてですね、軽快な、はい。シャッター音になりました。はい。これもきっちり切れてますね。
はい、底蓋を外していきます。底蓋外しても、中身にカビ、汚れ、素材の劣化とかないですね。バックドアも中身が綺麗ですね。はい、シャッター膜もですね、こう白っぽくなったりよりよれなったりしてないですね。はい、じゃあここで高速の1000分の1秒見ていきます。はい、一瞬ですけれどもね、向こうの景色がしっかりと見えているのがお分かりいただけます。はい、ということで、低速から高速までですね、しっかり刻んでしっかり空いているのがお分かりいただけます。でもってこの巻き上げもですね、非常に滑らかでジャリジャリしたりでですね、戻りが悪かったりとか感触の悪さは全く感じないですね。非常にいい感じです。スプルももちろんついてますね。はい、底蓋を閉めても、はい、しっくりと閉まってまして、緩すぎたり硬すぎたりしてないですね。はい、付属品はこちらのボディキャップです。ということで、はい、ライカの人気、レンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M2 ですね。初期型のこのリバースボタンモデルになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。